はい、こんにちは、ズンゾーです。今回も楽しくパズドラやっていきたいなと思います。で、今回なんだけど、サリーダークカラーを使っていこう。で、この子ね、覚醒スキル優秀なんだよね。スキムプラス4つ持ってて、封印指プラス7強7強で、非コンボ強化や未コンボ強化。超覚醒でこんな感じ。すごいね、めっちゃカラフルじゃん。めちゃめちゃカラフル。なんか、信号みたいな、信号ではないけど、まあそれぐらいカラフルで、7強ついてますね。このフレンドさん。まあフレンドさんだけはお借りするんだけど。で、スキルが14ターンで打てる味方スキル2ターンチャージの全ドロップロック解除非闇回復陣。なんでまあ、優秀なスキル。まあ変身とか、変身の足しにできるかなっていう、スキルも足しにできるかなっていう、まあ実質スキル6つみたいな感じで使えるかなっていう。で、リーダースキル攻撃と悪魔タイプ HP が2倍。攻撃力が3.5倍。非闇の同時攻撃で攻撃力と回復力が6倍。固定300万ダメージ。ってことで、まあ、倍率もまあまあ、まあまあ出まして、2倍 ?HP2 倍で軽減はないのか。軽減はないけど、まあ300万入るっていうところで、まあ割りかし強いのかなっていう気がする。で、カードがあって、カードがまあまあ優秀かな。チーム HP 強化2つ持ち、チーム回復強化2つ持ちで、まあまあ優秀かなっていう気がする。で、今回はね、フェニックス・ジーン・グレイ、この、マーベルコラボの、まあ、ダイヤ枠、いわゆるダイヤ枠っていうか、星6なんだけど、と組み合わせてやっていこう。結構ね、相性いいんだよね。このスキルとかも優秀だし、相性良くて、ちょっとこの子と、このキャラと、サリーダークカラーで裏シャドウの限界やっていこうかなと思います。よし。アシストはね、普通に、ホルスの首飾りとか、まあ、ドロ強かな、ドロ強。ドロ強とか、まあ、で、カタカナレオナ。まあ、ひらがなけやきみたい。カタカナレオナに、アマコズミ。で、ナコルルに、これ、ドロ強ですかね、ドロ強。で、ポロネに、これ、スパイダーマンの武器。本当はね、これ、リダチェン耐性持ってるポロネにしてこようかなとも、ちょっと迷ったんですけど、まあ、ちょっとお邪魔耐性。裏シェラ結構、まあ、必須ではないけど、俺、目玉耐性あった方が、まあ、楽っちゃ楽なんで、こっち連れてきまして、転生芝に陸の武器。で、フレンドさんがこれ、ハンマユージローの武器かな。よし、やってこう。いや、いけるかな。一発撮り、一本撮りでできる、いけますかね、これ。ちょっとわかんないけど。いけるかわかんない。さあ、これ、ポールに打ちまして。あ、これ打っちゃおうか。これ打っちゃって、遅延打って、許しません、打って、これ打って、まだ打たない方がいいかな。ちょっと一旦待とうか。まあ、こんな感じでちょっと若干待ちまして、いっちゃうかな、これ。ちょっと倒しちゃったら本当に嫌だ。倒さないで。倒しちゃったー。マジか。あ、でもこれあれじゃん。これ残しといて正解だとは。なんでかって言いますと、レオニスでちょっと盤面荒らされるんで、これ残しといてよかった。よかった。あ、危ね。さあ、これ毒なんですけど、回復も消しちゃうもんね。はい。で、俺、指バッチでしたっけ？何バッチでしたっけ、俺。バッチなんだったっけ？まあいいや。どうでもいいが。これはこうかな。OK。で、最後。この時間の中で。非水着すべて消すがいい。OK。了解です。さあ、突破しまして。で、3回これレオニスじゃなくてファクトか。まあ、これ、ちょっと、これも貯めてきたわ。これ非闇回復陣に変化するのを貯めてきたんで、やっていこう。でさ、俺の、ちょっと俺一つさ、話したいことあったで、話したいことありまして、俺のね、挨拶の話なんですけど、挨拶。あ、これ、回復組めんな。まあ、いいや。繋がっちゃった。で、俺の挨拶の話なんですけど、ここ最近の俺の挨拶ね、なんか結構さ、まあ、言っちゃうと、その、よう、こんにちは。よう、こんにちは、純蔵ですっていうさ、すげえ絶妙に、すげえダッセーさ、挨拶してたんだけどさ、ちょっとさ、なんかすげえなんかもう、なんていうの？これ、待って、光もらって、オッケー、これで、オッケー。
や、これさ、ちょっとルーレット解消したいな、これ。いや、倒しちゃうかな、これ。あー、行っちゃうか。よう、こんにちは、ズンゾーですっていう挨拶をしてたんですけど、結構最近。結構今、ちょっとやめたいなと思って。ちょっともう、恥ずかしくなっちゃって、自分でなんか、すげえ、脱線挨拶してんのを、すげえ恥ずかしくなっちゃって、ちょっとやめてますね、今。ちょっとまあ、挨拶変えてんだけど、今の挨拶は、今日の挨拶はちょっと違った。まあ結構、生きてた挨拶なんだけど、そう、最近の挨拶はあれなんですよね。待って、これさ、これもらって、OK。最近は、あー、ずれとった。最近は、はい、こんにちは、ジゾですっていう、結構爽やかめの 爽やかめの挨拶してるんですけど、いや、挨拶最初決めるの難しくてさ、しかも結構さ、挨拶ってさ、取り直すんだよね。結構さ、これは実況やってる方だったら結構わかると思うんだけど、いける？これ。わかると思うんだけど、結構ね、取り直してるのが、最初の挨拶は取り直してる、結構。結構ね、普通に、本当にシンプルにもう、4、5回？ 4、5回っていうか3、4回ぐらい。3、4回ぐらいは、取り直してるかな。はい、こんにちは、人造。はい、こんにちは、純蔵です。はい、こんにちは、純蔵。みたいな感じで、ちょっとね、結構何回か取り直して、で、自分の納得のいく、はい、こんにちは、純蔵ですが、できれば、まあ、それで動画を進めていくっていう感じなんですけど。わあ、これさ、ミスったな。攻撃力、デバフ特系持ってきた方がよかった。しまった。しまった、これ。炭治郎とか持ってきた方が良かったかな。やっちゃったな、これ。まあいいか。あ、これあるじゃん。でも、あるわ。あるある。一応これがあるけど。OK。耐えまして。このさ、サリーだっけ？サリーってラインナップされてるっけ？サリーってラインナップされてますっけ？このサリーちゃん。今されてるっけ？このガンホーコラボに。ちょっとわかりませんが、やっていきましょう。俺ね、ガチャは全然引いてない。全く引いてないね、俺。ガチャ。ガンホーコラボ。え、これは、これ使おう。ガンホーコラボね、全くガチャ引いてなくて、まあ理由としてはね、普通の、理由としては、まあ普通に、他のガチャっていうか、今後来るであろう、まあコラボに、貯めておきたいなっていう感じがして、まあ貯めてますね。で、ちょっとこれミスっちゃった。なんか巧妙な落としになってるけど。まあ、これでいけるかな？けどね、軽く申し分ないかなって感じするけど。さあ、レッドキャップ。ゲヘハーか。ゲヘハー。で、ブラッディクロー。こういきまして。最近の俺の実況のあれなんですけど、結構トークを中心にやってるのかな？トーク力を中心、トーク力ってか、トーク内容を結構、まあ、中心にやってるっていうか、ちょっと日本語はおかしかったけど、なんかさ、すげえ、調子悪い時だと本当に、全く喋れないんだよね。全く喋れない時あって、その時は本当にもう、ちょっとね、動画を撮るのをちょっとおろそかになっちゃう時があるんだけど、まあ最近ね、結構ね、実況楽しくてね、まあ結構、順調というか、まあ結構楽しくやってるんですけど、楽しく実況やってるんですけど。で、行きまして、レオナ強いな、やっぱ。レオナがやっぱ強い。こっからさらにキラーが刺さるんで、めちゃめちゃ強い。で、ペルセウス。最近、このパーティー、まあ、裏マロじゃない、裏修羅用に結構やってんだけど、裏マロとかいけんのかな？ちょっとわかんない。裏マロとかも行きたいけどさ、裏マロすげえ難しいから俺あんまり行きたくないですよね。 ちょっとまあわがまますぎるかもしれないけど、火が欠損してんな。これ火欠損したら大丈夫？これ。HP でも22万あるわ。でも8万か、痛いな。さあ、これ行きまして。で、このサリーに一つさ、言いたいことあるんだけど、サリーに言いたいこと一つありまして、
あ、告白とかじゃないんだけど、サリーね、これ、非コンボ強化と闇コンボ強化、なんか共存してるじゃん。この、違う色のコンボ強化。違う色のなんとかコンボ強化。これあんまり良くない、良くないっていうか、あんまりちょっとやめてほしいなって気もする。ジーン・グレモスだけど、ダークフェニックスもそうなんだけど、ちょっとさ、やめてほしいなって、やめてほしいってちょっと上からかもしれないけど、結構ね、この、なんつうの？例えばこのジーン・グレイ、フェニックス・ジーン・グレイとか、まあ、このサリーだと、結構あるじゃん、この、あぶね、結構さ、この、違う色のなんとかコンボ強化が共存してるのあんまり好きじゃないんだよね、あんまり。あんまり好きじゃなくて、まあ、なんでかって言うと、普通になんか火力がさ、ばらけちゃうっていうかさ、これだったら普通にもう非コンボ強化2つ持ちの方が良くねって思っちゃうんだよ。まあそういう一意見として。ユーザーの、まあ一ユーザーの意見として、まあ言っときましたっていう。よし、これでいいや。あ、なんで普通に組んでんだ俺。バカじゃん。うわー、すげえ消えんな。ちょっとやっちゃったな、これ。どっちか使うか。これ溜まっちゃいそうなんで、これ使おう。腕がめっちゃ痒かった。腕がめっちゃ痒かった。3、6、1個足りないか。陸、ちょっと空打ちしとこう。まあ、これでさ、別に耐えれるから、耐えれるんで、まあ、別に、問題ない、こ、ま、ま、問題？問題ないんですけど、まあ、ちょっとこれで火を貯めまして。やっぱ炭治郎とか欲しいな、やっぱ俺。炭治郎欲しさはあるな。また一個足りないか。妖怪、一個足りないっていう、あれや、俗に言うあれか。よし、これで火溜めてるかな？溜めれてね。落ち込んくんなよ。来たね。普通に来たね、もう。もうやめてほしいな。普通に倒せそう。普通になんだかんだなんか倒せそう。ちょっと待って、耐えまして。OK、これ。さあ、俺さ、実写動画結構まあありまして、俺、まあ実写動画結構撮ってる、5本ぐらいかな、撮って、4本、4、5本撮ってるんだけど、その、登録者が300人行った時の、もうめんどくさいしこれ使うわ。登録者300人行った時に言った話なんですけど、1万人行ったらとか、1万人行ったら俺顔出ししようかなっていうことを言ってたんですね、確か。1万人行ったら顔出ししようかなっていうのを言ってまして、どうすかね、俺の顔出し、何が、誰に需要があるかわかんないけど 誰に需要があるのか全くわかんないけど、まあ顔出しとか、まあいつかできたらいいなっていう気はするんですが、どうしようかなっていう気もしてる ちょっと一回これ、ちょっと言っちゃってどうしようかなっていう、ちょっと今、ちょっと今困惑してるっていうか、ずれまくるな。ずれまくるな。で、これ、トト倒して。オッケー、倒せる、これ、トト。倒せねえか。闇が欠損したいんで、普通に行っちゃうか。では、顔出ししましょうかなっていう、ことも考えてはいるんですが、どうでしょうか。で、これ、トトだけ倒して、トト倒しまして、オッケー、倒して、オッケー。で、ポロネ使います。ポロネマジ優秀。ポロネマジ優秀。いやー、待って、すげえ変な組み方したな、これ。いや、これでいいか。ちょっと落としになってる。うまい。で、10個も出まして、これ、キラーが刺さって、オッケー、ナイス。そう、さ、なんか最近口癖でさ、俺、さ、オッケー、ナイスって、めっちゃ陽キャみたいなっていうか、手越しみたいな、オッケーナイスって言っちゃうんだけど、これやめた方がいいかな。ちょっとどうでもいいんだけど、別にどうでもいいんだけど。こうして、オッケー。いや、こいつ硬そうだな、ちょっと。やっちゃう。こいつさ、これ、レオナ使おうかな。削り次第で。あー、使うか、レオナ。レオナ使います。使いまして。ちょっとなんかさ、端末がさ、角ついてんだよね、結構。
端末のせいか、これ。端末のせいだよ、つって、やってきまして。うわ、ちょっと待って、これ闇が消えたかった、危ね。いいね、いいね、つって、桜井くんの家族ゲーム。いやー、これ、うわー、これ、レオナミスったわ、これ。レオナミスったわ、これ。やっちゃった、これ。遅延します。許しません、つって。うわー、ミスったな、これ。攻撃力減少、きついぞ、これ。耐えれるかな、これ。HP 軽減だけで耐えれますかね、これ。うわ、きつい。待って、待った、待った。これさ、積んでる？これ。積んでるかな？積んでるかな？ちょっと耐えれそうにないんで、これ、ちょっと使うわ。これ使って、こいつなんだっけ？割合からの、確か、割合からの、あれだったよな。割合からのあれだもんね。ダメージだからさ、結構きつい気がする、これ。やばい。で、これで、軽減腫れ、張って、いや、回復した方がよかったかな、これ。やばい、やばい。いや、どうだ、これ。耐えてくれ、お願い。お願いします。神様、お願いします。いける、これ。耐えれる？よっしゃー。普通になんかガッツポーズしちゃった動画に映ってないのに、画面に映ってないのに普通にガッツポーズしちゃったわ。よっしゃ、これで、いや、こういう喜び大事だよね、やっぱり。こういう喜び大事だと思うんですよ、俺。ゲームにおいて。ゲームにおいて、こういう、なんか喜びっていうの、大事だと思うんですけど。これいけるかな？回復ありがとう、ありがとう。回復ありがとう。いける？ OK。さあ、15階が、あ、こいつからか。デーモンか。小暮れなんで、これは、俺さ、結構しょうもないことをすごく言うんだよね。結構さ、動画の中で、すごいしょうもないことを言うんですけど、まあいいか。そういうスタンスなんで。で、これは、こう行きまして、まあこんなんでいいかな。いけるこれ。こいつだけロックオンしといて。うわ、買った！嘘。え？買った！待って待って待って。めっちゃ硬いな、こいつ。待って、無効貫通か。わかった。無効貫通だ。これ乾燥させる必要があるな、これ。いやー、これでどうだ？ちょっと消して。で、おー、溜まった遅延。ありがとう、ナイス。危ねえ、ちょっと俺死んだと思って、もうちょっと、もう次のカットのところまで行こうと思ったんだけど。うわー、ありがてえ、ありがてえ。これでいけます？これでいけたらかっけえ、マジで。ナコルルが。いや、でもこんなもんか。マジか、こんなもんか、でも。ちょっときつくない？なんか。なんかきつくね、なんか。あれ、火力こんなもんだっけ？さっき出てた記憶あんだけどな。すげえ。わあ、わあ、わあだ。これ、わあだ、これ。こうして、うわあ、どうやっても消えるかな、これ。いや、まあこれで妥協しようか、ちょっと。ちょっと待って、これ、軽減貼ってなかったら耐えれてなかった？これ。あ、いいね。おっしゃ、危ねえ。危ねえ。いいね、耐えれてるね、耐えれてるよ。これさ、ちょっとこれ使おうか。ちょっと色偏らないで。ナイス、ナイスでもないけど、まあ、ちょっと無効貫通組みまして、ちょっとって詳しいな。無効貫通組みまして。よっしゃ、これでどうだ？行ってこい。行ってこい。これでいいか。いや、違うな。
こうかな？オッケー、うますぎる。これで行ってこい。繋がっちゃった。行ってこい。落ち込む素晴らしい。行け。よっしゃ。よかった。あ？